こんにちは、コーチングアーツです。自得の美徳、はい、その師匠と弟子の関係、その特に弟子の立場、隠れ蓑だと申しました。はい、その辺を少し暴露してみましょう、ね、師匠におけるその立ち位置、立場の状況を暴露してみましょう。あくまでも日本的ですよ。日本の芸道において、どういう今慣習があるかという話でございます。火に送電と書きました。もったいつけるというわけじゃないですけど、あの技を授けるみたいなことはありますよね。これは火に送電で、どうしたってここにはね、剣付けないと。先生はありがたい、私の師匠はありがたい、3個の礼を尽くすみたいな、そういう形で初めてこう成り立つし、師匠はその権威が生きるよすがでありレゾンデートルなんで、どうしたってそこはこう、なんだろう、勝ち付けるということはするんです。これ何でもそうと思いますけど、あくまでこの芸道の世界において、申し上げてます。その象徴が秘技送電、訳すとです、秘伝ですよね。秘伝の、まさにそれは扱いをされるわけでございます。そうすると秘伝書ってありますでしょ。虎の巻なることもそうでしょうし、秘伝書の価値っていうのがこうグッと上がるわけですよね。あの巻物はもらえるのか、読めるのかっていうのがなりますよね。これ秘伝だと思います。技の秘伝書の価値が上がる。でもですよ、特にこの動きの学習、運動学習、武術の技の体得なんていうことになると、運動感覚じゃないですか。はい、お気づきの通り、運動感覚って言語以前の部分が多分にあるんで、なんだろう、プロセスをきっちりまとめて書くという、その合理性というか論理性というか分かりやすさにもつながるんですけど、それ以上のものでもあるんで、いわゆる言葉の有効性と限界性ということにはぶつかってしまうんだよということは、もう皆さん百も承知かと思われます。こういうのがありました。秘伝書の価値は嫌が多いでも引き上がるものの、運動感覚っていうのは実は言語以前のものもありますから、紙にする有効性、無効性あります。その象徴が浮遊文字、以心伝心っていうのはもう何度もね、象徴的な四文字事項として申し上げてきているところでございます。一つ例を申し上げると、そういう私も、もう長きにわたりある古武道の師に長く支持しておりますけど、その先生のまた先生にどういうプロセスを持って、どんな過程を持って、どんな状況を持って、どんな言葉を持って、どんなレベルで、いわゆる技の習得に導かれたのかということはずっと聴取させてきていただいております。そんなことも含めてね、この金子先生の本と合わせて私喋らせてもらってるんですけど、これ面白いですよ。私の師は強烈な、この話もし興味あればその話だけ取り出していつかしようと思いますけど、今それやってるとちょっとキャパオーバーになっちゃうんで、軽く言いますけど、ある4人のシーン、4人でしょ、1対1じゃないもう4人、1対4なんですけど、1対4でこう指導を受けてくる中で、そういう言葉にできるような合理的な、よく分かりやすい、しかもその意味までよくよく分かりやすく教えてもらいましたかと聞くと、いや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 、4人は4人とも一切理論的なものは、そして分かりやすさなどは一つも存在しなかったって言ってるんですよ。あ、そんなもんなのかということなんですよね。それでもやってる内容ですよ、内容は超絶で、調べれば調べるほどとても効果的な稽古、修行、訓練、今でいうトレーニングしてるなっていうのは痛いだと分かるんですけど、教えてる方々はそこの論理性っていうのはないわけですよ。あれみたいな、今その話してます私。秘伝だからこそ分かんないから、一子相伝、お前にしか教えんと、いうようなことになりやすいし、いわゆる流派ね、なんとか流って山ほどありますよ。私も半顔流というところに所属してますから、まあ流派ということなんですけど、流派と家元制度みたいなもので、そして宗家でございます。あ、宗家が来たみたいな、はい、みんな揃って宗家に礼みたいな、正面に礼みたいな、
面白いでしょ。それは権威の成果ですよね。よし悪しじゃなくて、そういう実際があります。何度も申し上げて、その権威の正体をというと、一つは技の成否判定。よし、その技認める、やったー、師匠に認められてやっと五段みたいなね、そういう技の成否判定の基準、またその精度を持っている、それは一つ権威の象徴ですよね。認められないと名乗れないしということ。それも隠れ身のという運動学でいうところね、隠れ身のという解釈にやっぱ入るんだろうなと、もちろん言葉にならないこともあるんですけどね。そうして運動学の立場から言いたいことは、できることとその技を本当に師範ね、演武、武道で演武ですよね、範を示してできる、あ本当だ師匠の技すごいって技能ができることと、それを弟子に対して分かりやすくつまびらかにある程度のプロセスを持って丁寧に教え切るという指導力ですね。これをね、必ずしもイコールにはならないよということを改めて確認したいんですね。それは運動学の場所なんで。よくあります、言われることは、名選手必ずしも名コーチにならず、がもっともでございます。これをね、改めて思った方がいいし、いわゆる引退してすぐ明日からコーチみたいな、できんのみたいなのが実態。ただ当然そういう感覚に優れる人もいますから、即指導側に感性を転換して上手に言葉と経験とね、交えながら教え切る人もいます、当然です。ただそれはあくまでも個人の感性の中だけですから、標準値として、指導者の指導力というもの、指導者コーチが持つべき認識知識、みたいなものではないはずですね。それをなんとかできる範囲で言語化、言葉化することによって共通認識を持つことによって、指導者の共通的レベルアップってやっぱりやるべきだよね。ね、いわゆる酸素摂取量と 筋肉ね、筋肉の強さと、それだけ知ってて、っていうのが、指導力の源泉にはならないんだよということが一番申し上げたいところなんですね。なんとなくでしょうか、これですと権威に、一見権威をオブラートで上手に教えるかどうかって別の問題、隠れ身になってますよね。運動学はそこを開いていかない、少しでも開くために、今で言うところ認知科学、ちょっと前の時代で言うとこういう言葉使われますね、ポラニ、マイケル・ポラニの暗黙知と言ってみたり、この対局は形式知でしたね。言語以前、言語にならない何か分かってるものっていうのは暗黙知みたいな、まあ言ったら哲学用語ですよ、言われてみたり、現象学で言うと感心に対して伝わるって、これ師と弟子の関係でしょ、あ、運の呼吸伝わるってなんだよって言わないけど分かったみたいなね、そうですかみたいな、伝わっちゃうみたいな、なんだこれ、場を一にするって、そうでしょ、そういうこともあるんですよ。故に師のもとにね、馳せ参じて、師のもとにこう、通うという態度っていうのは、学ぶ立場とすると至極当然で、実は一番効果的なことなんですね。そして師に似てくる、似ちゃう、似ないとうまくならんみたいなのが実態なんだけど、それをそのまま放置してきたんで、長くこの芸道の学習プロセスっていうのは、少し改革して共通知としてコーチ指導者を持たないという提案でありチャレンジであり、ことです。申しました、こんな哲学用語、言い方変えると、これ運動学用語にやっと返ってるんですね。運動感覚図式の形式一層に踏み込む、ね、上手くなったのみたいな、上手くなったのみたいな、いやいや、そのプロセスは何をしたからこうなってきたの、大体それ線引きして引っ張ってリードしてあげる、これこそコーチングですか、今で言うと。コーチングサービスって、僕そっちまで行かないとダメだと思うんですね。筋トレと柔軟とやって、あとフィットネスやって、あとはあの技やっといてみたいな。ともするとまだこうでしょ、どうやって上手くなったのかなんて分からないですよ。ただもうちょっとその縁まで立とうということ、その対局にある自得を、あまりにも自得を過小ね、こう評価するものじゃなくて、指導者側に少しベクトル向けましょうということ。もう一つ今申し上げました、運動伝承の関係性を捉える、師と弟子、教える側と教えられる側の伝わる伝わらない、ね、空間を媒介としたね、表情を媒介とした、言語を媒介とした、接触を媒介とした、その辺が心理学を超えてですよ。もちろん心理もそう、非常に重要、精神構造もちろん百も承知なんですけど、そんな解釈をここに付加したいと思ってます。
これ2枚の今日ね2枚ボードなんですけど、自読ということを改めてご自身の現場だったりを見返していただいたら、確かにそうだな、であればそうじゃない世界、自読じゃない、もうちょっと根かけました、捉えて踏み込むんですよ、うん、で踏み込めば必ず反応があるから、うん、これ面白い。そうなるとコーチングサービスね、そういう上手くなる角度も絶対上がるはずですから、うん、いうことで業界価値上がる、コーチングサービスですよ、これがサイエンスって、ね、これほどサイエンスって言うんであれば、本当にそこまで瓶に入れ才に入れ、良い意味で合理的に介入すべきであるなと思っています。言えばこれは不合理、言えば不合理でしょう、今の世界で言うなら、はい、はい、この2枚ボードで少しね、自得、分かってた自得が少し、もうちょっとね、理解が深まったとするならば嬉しいなと思っております。でこの次、3節ですね。これね、一章もね、少しどうしようかなと思ったんですけど、一個一個見ればもうとても重要なんで、この飛ばしていけないんですよ、うん、特に次3章模倣未来理論の話なんで、これはもうやらないとコーチング成り立たないんですよ。なのでごっつい気合入れてやります。次3節ですね、模倣未来理論のところでございます。こうご期待。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。